雨か。ラマだよ。この空ではさすがのお前も星を読むことはできぬか。星は読むものでも見るものでもございませんわ。目にばかり頼れば大切なものを見逃すでしょう。ではどうする？目をつむるか？ええ、それがよろしいかと。耳を澄ませば聞こえてきます、星々のささやきや。ならば聞かせよ。星は何を歌う？血と滅び、その末にこの世を照らす。まばい。血と滅びか。確かに魔物は増加の一途をたどり、我ら人間を脅かしておる。だがその後に待ち受けるはまばゆいばかりの光とな。面白いではないか。光とは富か、あるいは栄光か。血と滅びをもたらすのは魔物とは限りませんわ。まさか大きな戦が起こったりするのか。可能性はありますね。フェネスとの戦か。我らリオニスの地を狙ってるのはフェネスだけじゃないよ。大国のホルンやウェズエットとも国境を接しているんだから。でもホルンやウェズエットとは少なくとも敵対関係にはない。今はね。もしもその均衡が崩れることになったら、僕たちリオニスのような小国はひとたまりもない。また魔物が。モントよ、殲滅せよ。はい。あの馬車は間に合ったようだな。
エルデ様、あの甲冑はホルンの。リオニス領にどうしてホルンの馬車が。賊に追われて国境を越えたか。考えられないことではないですね。まあよい、ホルンに恩を売る良い機会だ。リオニス王自らがお出ましか。敵と味方の区別もつかぬか。黙れ、まとめて相手をしてやる。貴様は。リオニスが遊撃隊早急の部隊長リリシュ。ホルンが近衛兵団堅牢の一番剣シュゼルト。噂聞いているよ。そうか、あんたがあの命知らずの一番剣ね。戦場の赤き炎。なるほど、いい面構えだ。我らが王を愚弄するならば魂をも焼き尽くしてやるよ。少子、このそぼ降る冷たき雨を貴様の血で赤く染めてやろうぞ。よさぬか。マシュリ様、なりませぬ。マシュリだと。なんと、ホルンの姫君ではないか。鉄の引き、この女の人が。ここはリオニス領のようだ。騒がせたことを詫びよう。構わぬ、我らリオニスとホルンは幸いなことに敵対関係にはない。貴公らを客人として喜んで招き入れよう。心から感謝する。となれば、モントよ、恥ずかしいところは見せられぬぞ。はい。モント、どこかで聞いた名だが。まずはこの賊どもを片付けるぞ。
敵の増援部隊が。へえ、ただの賊ではないようだね。どこかの国が裏で手引きをしているのだろうな。ええ、あり得る話ですね。本気で言ってるのか。これが芝居に見えるのか。リオニスではないとすると、まさかウェゼットの手のものか。あり得る話だ。ホルンとウェゼットは敵対しているんだし。言葉を慎め。ウェズエットは我らリオニスと友好関係にあるのだぞ。申し訳ありません。今は賊の正体などどうでもよい。問題は敵の数。エルデ殿、どうする？力に力で対抗するのは我らリオニスの流儀ではない。ほう、策があると？馬車は捨てる。森まで引くぞ。な、何を言う。この雨の中、マシュリー様に。よかろう。ここがリオニス領ならば、その流儀に習うのが筋であろう。モントよ、マシュリー殿をお守りしろ。リオニスの王子だな。そうだけど。リオニスの王子は気性が荒く、剣の腕も一級と耳にしたが。マシリー様、それは第二王子のシテル殿のこと。思い出したぞ。リオニスの王子は双子だが、性格は正反対だと。ふん、なるほどな。では存分に拝見しようぞ、リオニス第一王子の剣の腕を。
また援軍が。どうしてもわらわの命が欲しいと見える。ここまで熱烈に求められたのは初めてだぞ。求められたって。エルデ殿、このままでは。敵も本気を出してきたということか。ならば我らも答えねばならんな。指輪ですね。指輪。この者たちは一体どこから現れたのだ。列強に囲まれし小国リオニスがなぜ独立を守っていられるのか。そのさすがはマシュリー殿、聡明であるな。その指輪、古代の遺物と見受けたが。いかにもマシュリー殿だからお見せしたと思っていただきたい。そう、友好の証といったところか。友好の証。マシュリー様。いや、良い。どうかなされたか。いや、何でもない。父上、敵にさらなる援軍が。懲りぬ奴らよ、ひとまず退き、そこで迎え撃つぞ。